に山下俊平太21何度も言いますが1年間ローテを守って規定投球回投げることが大事。昨季はプロ初登板で開幕投手を務め、最速160キロもマーク。何度も言いますが1年間投げ続けて規定投球回達成が大事。先発の柱としてフル回転を目指し、今キャンプで基礎を固める。規定なんか投げなくても評価してくれるのがメジャーだからな、無駄に消耗しない方がいい。せやな、でもメジャー行って規定投げられないようだとゴミ扱いになるから規定投げられるっていう実績はあった方がいいよな。ドラフトの時に0か100の選手って言われてたよな、当たればでかいが外れやと使い物にならんって。アンチササローやん。俊平太の地味さは異常、名前はド派手なのにギャップがすごい。言っちゃ悪いが最初の印象はあの顔であの号泣やった。エースなら当たり前の条件や。それ3年続けてもエースになれなかった奴がチームにおるんやから恐ろしい。オリックスって練習サボったり菓子パンとか意識低いイメージやったのに数年で変わったよな、どうやったんやろ。山本が栄養士つけたり準備入念にしたりめちゃくちゃ意識高くて若手はそれを見てるから。ふくらが一掃した。これ言えるようになればね、どっかのメジャーだだっこも。はてなはてな、去年の成績は超えたい。秋に怪我したのと夏前あたりから明らかに調子落としたのが課題かな。この経験を生かしてゆとりローテ抜きに回れるかが肝やな。欲を言えばもう一つ球種が欲しい。ロッテが甘やかしすぎやねん。NPB の規定なんて意味がない、肩を消耗するだけって言われてるな。今年佐々木が怪我とかでほとんど投げられなくてもメジャーの評価は変わらんのか。まあ規定守れんでも15勝くらいすれば認めてやらんでもない。山本くらい貢献してくれればそりゃ心よく送り出せるよな。山本が成功したら次は自分が争奪戦になるやろうからな。高橋ひろとや山下俊平太こそがメジャー行きに値するよな。今年もひろととのライバル対決が楽しみな、おはじいわお。ひろとはもう打ち止め臭いけどペータはまだまだ伸びしろありそうだからな、末恐ろしは。普通のこと言ってるだけでどんどん評価が上がるのずるくない？ロッテに感謝やな。メジャー行きたいなら当たり前の考えやし、なんで年齢重ねてあっち行くだけで体が丈夫になると思うねん。山下って規定食ったことあるんか？去年デビューでゆるローテで終盤故障したからまだ未達成や。今はまだメジャーは考えてないとか日本人最速を投げたいとかも言ってたし、露骨に佐々木朗希を意識してるわ。なんか佐々木の次のメジャーはこいつって言われてるよな、そんなに逸材なん。この理論だと高橋ひろとの方が先行ってるな。ジュニドラだから2年目新人王取れなかったのかわいそう。